更新ヘルペス。唇やその周囲では、単純、ヘルペスウイルス1型の感染が多い。単純方針とは、皮膚に生じる単純ヘルペスウイルス感染症の一種。単純ヘルペスとも、更新やその周囲では、更新ヘルペスとなり、単純、ヘルペスウイルス1型が原因になりやすい。陰部では、正規ヘルペスで、2型が原因になりやすい。 初回感染時には症状が重い場合があり、逆に無症状の人も多い。疲労や発熱などをきっかけとして再発し多くの場合、約1週間で治る。治療には抗ウイルス薬が使われる。口角炎は新菌類のカンジだの感染とビタミン B 群の欠乏症であるため、抗診ヘルペスとは異なる。単純、ヘルペスウイルスが原因。 単純、ヘルペスウイルスには1型と2型が存在し、1型は唇とその周囲、2型は正規に感染しやすいと一般的に言われるがその限りではない。一般とは逆に HSV-1 マイナスの正規への感染、HSV-2 マイナスの高校への感染は、正規を舐める行為によって生じると考えられるが、この場合再発はしにくい。ウイルスは感染すると、 潜水神経節に潜伏し、潜伏ウイルスに効く薬は存在していない。HSV-1 の感染対象については、ほとんどの場合は口であり、疫学の不節に示すように感染率は一般的で、通常は幼少期に家族から感染する。一方、性行為が原因となりやすい HSV-2 の感染頻度は、HSV-1 よりも少なく、感染が 一般的なのはアフリカのような発展途上国であり、欧米諸国では感染率はより低い。0から1歳では母体からの抗体の移行によって感染から保護されているが、抗体がない場合に新生児に感染した場合には重篤となりやすい。より多様な集団との関わりが増える2歳以降の子供では17%の人に無症状のまま。 HSV-1 が検出される。また、正規ヘルペスを発症した人の性的パートナーの6から7割は無症状である。無症状のままに感染することも特徴である。あるいは、皮膚や粘膜にウイルスが存在する時期が症状の出ている時期と若干ずれている場合もあるため、無症状でウイルスが流出することにもなる。再発性となることも多く、風邪や ストレスや心労、老齢、抗がん剤治療、日光等の刺激によってウイルスが増殖して症状を再発する。免疫によるウイルスの排除が行えないため繰り返す。成人の約7割がこのウイルスに感染している。HSV-1 の初回感染では、高校に症状が出ることがあり、子供で急性クリア申請、歯肉口内炎となることもある。 高校への HSV-2 の感染では、潜伏区期は8から14日でこれは再発しがたい。正規への HSV-2 の感染では、潜伏区期は3から7日が多く、1から2日にかけて38程度の発熱があり、その後正規に病変が出現、歩行困難、排尿困難となることもあり、約2から3週間で自然治癒するものの、完治後に多くが再発し、 より軽症の症状を出す。男性では一週間後が症状のピーク、再発時はより症状は少なく、症状が軽い傾向となる。再発では、ヒリヒリ感、違和感、かゆみの剪具症状があり、湿疹水膨れ、海洋となり、かさぶたとなって、通常の皮膚へと戻る。正規への HSV-1 の感染は正規を舐める行為によって起こり、 日本ではやや一般的に感染が見られるが、再発はしにくい。再発は、顔では、半分の人が、正規では7割が年に3回以上再発する。更新ヘルペスは風邪をひいた後など免疫力が落ちた、時にできやすく、俗に、風の鼻、熱の鼻と呼ばれる。必ずしも、唇周辺に出るとは限らず、頬の発疹や顔の一部に小さなニキビのように、 出現する場合もある。それぞれの人の体質によるため感染に気がつかないケースが多い。腕に出る場合もある。出現した水泡の水泡液を抽出し、ギムザ染色を行い、細胞診によりウイルスの感染によって防火したウイルス性巨細胞を検出するザンク試験と呼ばれる検査がある。その他にはウイルスを直接証明する抗原検査と、 血清抗体の上昇によって診断する血液抗体検査がある。正規ヘルペスではコンドームの使用。HSV-2 の感染は抗ウイルスの使用によって感染率が低下する。なお、例えば常在型抗ウイルス薬バラシクロビルの添付文書では使用上の注意に薬使用中でも感染リスクはあるためコンドームなどの使用が推奨されると記されている。 抗ウイルス薬がウイルスの増殖を抑制するため、腺具症状や皮膚症状の出現直後での内服によって短期間での回復が期待でき、2015年の2つのガイドラインでもこうした早期短期治療が推奨されている。一方で日本ではこうした薬の使い方は未承認であり、症状の出現後の内服だけが承認されている。抗ウイルス薬には、 アシクロビルやビダラビン、バラシクロビルやファムシクロビルがある。皮膚症状に対しては前述の抗ウイルス薬の軟膏が使われる。適切な治療が行われれば5日ほどで水ぶくれはかさぶたになり治癒する。アメリカ合衆国ではアルコールに分類されるドコサノールが抗診ヘルペスの治療に承認されている。日本で抗診ヘルペスに承認されている抗ウイルス薬は以下で 水泡となる前の再発の兆候の時点で使用される。抗ウイルス薬が使えない際に、漢方薬を使うことがある。2017年のメタアナリシスでは、再発した抗心ヘルペスに対し、アシクロビルより、バラシクロビルの方が、治癒期間を短縮した。日本での二重盲検化されたランダム化比較試験では、戦後症状のうちにファムシクロビルを1日だけ、内服する。 治療法で500人以上が試験を完了し、再発した正規ヘルペスで約2日、更新ヘルペスで約0.7日、治癒期間を短縮したが、更新ヘルペスでは統計的に優位な差ではなかった。安全性の問題は見られなかった。2004年の唇8名、正規8名での小規模な比較試験では、同じ人で、再発ごとに蜂蜜と足黒ビルを比較し、 蜂蜜の方が平均治癒期間、例えば唇ヘルペスの治療期間の指標では、アシクロビルで5.85プラスマイナス1.57日、蜂蜜で2.57プラスマイナス0.95日など、発疹の予防、副作用の点で成績が良かった。蜂蜜に殺菌作用がありけがややけど治療に有効性があることから、 抗心ヘルペスの治療に用いてみようという2017年の研究計画がある。単純方針による抗心ヘルペスやインブヘルペスにはあらかじめアシクロビルやビダラビン、バラシクロビルやファムシクロビルという抗ウイルス薬を原則1年間内服する方法がある。抗ウイルス薬の長期的な使用では薬剤耐性菌が出現する可能性がある。 2015年の国蘭の調査で、蛍光薬は、抗心ヘルペスの予防に有効だが利益は小さく、また副作用の証拠はない。局所薬は、抗心ヘルペスの予防に有効ではない。副腎皮質ホルモンの塗り薬の追加は、抗ウイルス薬単独よりも再発を予防するが、治癒期間の短縮は見られなかった。理人では1984年の一件の研究が、 見つかり有効性の証拠はないとした。2006年の代替医療の調査では、リジンのサプリメントが再発抑制に有効であった複数の二重盲検試験を発見しており、予防のために合理的な容量は1日あたり500の 3000mg とした。海外では、米国及び英国で単純ヘルペスワクチンや局所感染予防薬や、 感知薬の研究開発中である。日本国内では東京大学や大阪大学において単純ヘルペス感染の仕組みなどの解明や感知に向けた新たな治療法や感染予防法の開発研究が行われている。最近の研究成果では東京大学で薬剤 ML-7 によりマウスで単純ヘルペス感染予防の実験に成功している。世界中で 一般的な疾患である。若年成人における大規模調査では、研究までに男性の33%、女性の28%が更新ヘルペスを2回以上呈していた。アメリカでの生涯有病率は20から45%、フランスでは男性32%、女性42%、アフリカでは有病率はもっと高い。そして単純。 ヘルペスウイルス自体の保有率では HSV-1、HSV-2 HS を合わせると世界中の約90%の人がいずれかあるいは両方を保有する。米国人口の65%が HSV-1 の抗体を持ち、欧州の約半分が HSV-1 の検査で陽性である。HSV-2 では、 アフリカでは50%を超えて感染しており、欧米諸国では20から30%、スペインやフィリピンでは10%前後となる。アフリカでの HSV-2 の感染リスクは4人以上の性的パートナーの場合に60%を超えるが、米国では10の49人のパートナーでも約35%、2から4人では約18%となる。 日本のゼロの15歳までのヘルペス未発症の241人を対象として2歳以降の17%の子供の唾液中に HSV-1 が検出された。ありがとうございます。